です。出発準備しでも言うてね、普段の公演と一緒でフェスも荷物少ないですからね。メイク道具ぐらいだからね。ちょっとメイク道具が全部あるかを確認して行きましょう。たまにね、あ、これない、あれないってなるから、まずは下地ありますね。ファンデーションありますね。でも使わないから。コンシーラーありますね。ありますね。次、眉毛さん眉毛のやつありますね。次がアイシャドウさんアイラーナさん、アイラーナさんありますね。眉毛の2本ありますね。で、涙袋のやつさん、はーい。まつげ下地さんと、マシカラさん、はーい。そう、出席確認中今。はい。そしたら、電気のビューラーさん、ハイライトさん、チークさん、はーい。リップさん、あ、大事なパウダーさん忘れてました。すいませんでした。あと、瓶も大事です。これがないとメイクは始まりません。欠席の子は許しません。許しませんよ。あ、チークブラシさん。君は今日は欠席。君は割れちゃったから、今日は欠席で。新しいの買おうね。ルビのチークさん。これ蓋取れてます、あなた。はい、ダメでしょ。はい。君たちは今日欠席で大丈夫です。今日この子は欠席。お休みください。君は出席。君は行きなさい。出席確認中。7枚出席すんの？一緒。一緒やばい。で、これで、予備のやつこれ持ったら、OK! 今日、お留守番の子たち、この子とこの子はお留守番で、と、君は、病院に行きなさい。はい。それ以外は出席です。わかりましたか？ナナメズ会えるの楽しみにしてるね、私も。そう、メイク道具さんはもうどうだろう、だいぶ減った気がする。もっと多かった時は多かったけど、減りましたね。いろいろある。メイク道具も確かにね、なんかね、リップも気分とかによって2個分けたりするよ。咳がやばい。出席完了。出席確認完了。よいしょ。メイク道具の出席を確認できたということで。そう、遅刻もありえますか、やばい。後から一人で新幹線乗ってくるのやばい。そう、選抜制度やばい。やばすぎる。そう、お留守番の子も今日はいるよ。そうだよ。そうなんです。まだそう、咳はねひどいよ。そうなのよ、悲しい。私は欠席にならないように頑張ります。あ、ナイトクラジング楽しみにしてる、ね、ということで今日も完成しました。私のメイクポーチはなんか一見さ、なんかピンクのめっちゃ可愛いさ、なんかフランフランとか置いてありそうな雰囲気に見つかっていて、実は岩井さんの新生姜です。今日もこの子と一緒に大阪に行きます。一緒 OK。 可愛いメイクポーチでしょ。一見なんかフラフラとか浮いてありそうじゃん。よく見たら岩井さんの新生姜なんです。可愛い。ここに岩鹿ちゃんがいます。可愛い。そう、余った時間ないでしょ。前髪ってやつ前髪、そう、最近切ったんよ、数日前に。いい感じでしょ。ちょっと短すぎた気もする。桃太郎入ってたやばい。目立つでしょ、そう。超目立つでしょ。
岩井さんの師匠が本当に使ってたんだ。使ってるよ。結構大きいでしょ。意外とでも中はパンパンではない。意外とまだ入る。そう、ここにあとは鏡とかを入れてったりしますね。鏡さん欠席しようとしてるな。お迎えに行きましょう後で。そう、渋いでしょ生姜。そうなのよ、喉が痛い痛ですね。こんばんは、こんばんは。そうだよ、スタバのまだ使ってない。今日の髪型はまだ迷っとるんよ。さっき試してみたの、なんか鏡の前で何がいいかなって。最初なんか噴水ポニーもいいなって思ったけど、でもパッツンと噴水ポニーいってやろうかなとかも思いながら考え中。今日のメンバーさんのが他のメンバーさんが何するかにもよるかな。大阪今日暑い。あ、もういるのね。じゃあ髪アップしてる系の方がいいかな。夜は配信は今んとこできないから、そうこの時間にしてるんだ。これそう、スケルトン。なんかね、このメイクポーチのねいいところはね、二重になってるの。でとかね、こういう感じ。これは生姜だけ、生姜だけで、これが透けてる。でこれをここに入れて持ち運ぶ。でこうするととってもかわいい。イヤホン、わ、イヤホン大事。みんな私が言いそうなもの言って。イヤホン大事。イヤホン持ちましょう。前髪プロ、やった、嬉しい嬉しいよ。僕体でできない髪型、確かに僕体だとね、帽子があるからね。確かに確かに、そうなの。シナモンロールの、わっ、電車撮影してきた。いいな、いいな、いいな。岐阜ワンちゃん帰れんかもないですね。はい、じゃあ今月帰るな、今月って感じ。そうそうなのよ。今日は3期生はいろんなとこにフェス行ってますからね。アイドルスターに 2.5 期生と3期生3人と で7フェスに私とヒーターと行ってるからね。そうなんだよね。モバイルバッテリーだり、フェスのチケット、いや、あのステージです、私はステージなんです。いつも私はこのメイクポーチは大きいから、大きいし当てついてからしか使わないので、一番下に入れます。リュックで行くんだ。お菓子持った、遠足やんお菓子も持つ。そうそう、お化粧道具は念のためちょっと多く持ってくんだよ。モバイルバッテリー、充電器大事。あ、モバイルバ充電器は今してるから、いや日傘大事、スマホ、まあね、そう言わなければ正月分かんないでしょ。あれ可愛いでしょ。そうなのよ。そう、え、なんかチェキ見たよ、私も当たってたよね。やばすぎる。アイロンはしてもらえる、髪型セットしていただける。前向きな気持ち大事だね。気持ちの面も大きめジョージ、それはちょっと新幹線の席1個プラスで必要になっちゃうね。こんにちは、こんにちは。そう、あ、そっちか、やばい。そう、チケット、そういらないんですよ、私は。そう、社会的なの、あ、いいじゃない。そう、メイクポークで、メイクポークって何メイクポーチで少しはいいや。メイクしてないけど、ちょっと待って、かいでしょまだこの同じメイクポーチ使ってる人に出会ったことない。だから例えば無印とかさ、ランフランとかだとさ、よく被るけど、弱い人の師匠が被ったことないです。被ってる人見つけたいんだけど。弱い人の師匠かわいいでしょ。現金大丈夫、新幹線のチケットはマネージャーさん大丈夫。わさし生姜の塩焼きそばカップ、え、私それ大好きなんよ。いっぱい買っておいてる。カリカリ梅はセブンで買う。そう、300円以内だよ、やばいやばい。
正解目は買っていく。のど飴はもう買っていこう。そう、お土産用は3000円。ああ、よかったよかった。それなら結構買える。そう、 NMB さん劇場は行く時間ないね。すぐ帰ると思う。よいしょ。無料で見えるのいいのよ。ステージに立つ側だから。そう、スマホのは今 91% あるし、ちゃんと今充電中なの。そうそうなの。急な少しタイムやばい。いちごは寂しくて泣いてない？多分大丈夫。そう、メイクポーチのそう個性あるでしょ。いいでしょ。そう最近毎日少しタイム、確かに毎日ある。うわ、今日の夜もしたいのに。帰ってくる時間次第わかんない。15分は取れんけど5分とかなら取れるかも。もう広島駅着いたら速攻帰るね。速攻帰る、速攻帰るから、本当に数分とかならできる可能性もあるけど、わかんない。道の状況にもよりますね。そう、支援もらえたらやばい。わしたら新生姜ミニも、え、私行ってみたいとこないよ。ひーちゃんいたい乗り遅れる。え、私は昨日のひーちゃんの話びっくりしちゃった。ひーちゃん大丈夫って感じ。ゆうなんとね昨日電話したんよ。そう、その時にゆうなんがひーちゃんが今日乗り遅れたらしいって言っとって、何事って思って。ひーちゃん大丈夫そう。だから私はそう、今日はそれが怖くって、いつもなら結構家出るギリギリ配信したりするけど、今日はちょっと余裕を持って配信をしております。配信が終わって今日の曲の確認できるぐらい、セットリ1回通せるぐらいの余裕がある。ちゃんと。そうなの。お土産買ったらいいな。トランプやばい。トランプは持ってないね。咳が治らない。修学旅行のしおりやばいから、小学校6年生かな。そう、お薬系トロワチとか持ってこう。そう、いつもより、そう、新幹線乗る時間1時間半もないよね。1時間ちょっとしかないから珍しい。だから新幹線乗ってる間は何しようかな。キャンの確認をしようかな。そう、櫛、そう、いろいろ使ってる、いろいろ使ってる、いっぱいあるよ櫛。乗り遅れは絶対ダメだよ。ひーちゃん昨日落ち込んでたの？それは大丈夫？かわいそうに。岩下の師匠がそう好きなんよ。そう、ひーちゃん、ひーちゃんから闇メール来てた、やばい。大丈夫ひーちゃん、ひーちゃん大丈夫だよ。大丈夫、あの乗り遅れちゃってもそのライブに間に合えば、まあ本当はダメだけどね。そう、でもひーちゃん朝は立ち直ってた。あ、それならよかった。よかったね。みんなひーちゃんに詳しくない？本当、それならよかったよ。ね、確かに。自由席ならね、次の号車の。疲れた、疲れた。ひーちゃん、ひーちゃん自腹になるかもって言って泣いてたって言うだから聞きました。大丈夫かな？大丈夫やったんかな。結局自腹になったんかな、それとも次のやつで無料になったんかな。大丈夫かな。みんな基本 DD やばい。私より詳しかった、びっくり。でも朝立ち直ってたならよかったです。ひーちゃんが、そう、そう、私やばかったの。いいね、自腹やばいよね。自腹だった、え、本当に自腹って言ってた、ひーちゃん。やばい、それはガチ、ほんとなんだって、やばいね。今から向かいます。お、いいね。確か何大抵で言うとさ、最初のアイドルさんが12時からだから、今ちょうど始まったぐらいだね。みんな楽しもうね。自腹になった、え、本当に。ひーちゃん、ひーちゃん大丈夫。ひーちゃんだいぶそれさ痛くない？それはへこむわ、かわいそすぎる。自腹で2万、え、
かわいそう。テープ出た、あ、よかった。あと5分ぐらいの配信できる、よかった。2万でへこんでた。2万はへこむよ。2万なんて言ったらへこんじゃう。2万あったら、2万あったらお土産いっぱい買えるし、お土産いっぱい買えるし、そう、かわいそうに。ナイトクレージングも確かにいける。今日の7フェスもいけるよ。服もいっぱい買える、コスメもいっぱい買えるんで、それは厳選買える。やばいやばい、それはそれはかわいそすぎる。なんだって、アルバム話か。お、考え方がオタクですね。いいねいいですね。確かに、え、2万円は痛いよ。お財布が泣いちゃう。かわいそうかわいそう。伝説だわこれさ。多分さ、今度の僕たちがゆいたんの卒業やけど、それ以降かな、なんなら今度の2人 MC だから、ゆいたんのね、卒業公演で話すかもしれないね伝説作ったこと2枚あったら、いろいろできちゃうよ。かわいそうかわいそう。電車を違う方向を乗っちゃったって聞いたけど大丈夫。タワーが2つ、考え方がおだけだ一生この服が変えたのにって言ってた。かわいそう、それはかわいそう。リンコさんの話、え、聞いたことあるかも。そうかわいそう。僕対4回もかわいそうだよ。ひーちゃん2万ってなった。私のお財布の中はあのマイナスになってしまいますかわいそう、かわいそうだよ。2万あれば往復できる、かわいそうだよ。2万円って大きいよ。マイナスとは2万円かしか最後入ってないもん。アクスタ13号、もうなんかあれじゃん、あのフォーメーション組めるじゃん。13個あったら、あーやばいね。5万もつらいよ、かわいそう。ひーちゃん、ひーちゃん本当にかわいそすぎるね。チロルチョコで考えるの面白いから、自腹やばいね。絶対に乗り遅れない、絶対に乗り遅れない。私はラーメン20杯毎日毎日楽しくなっちゃう。それはゆきちさんとさん、ゆきちさんのイメージが強いですね。ちゃんがら28回、もうひーちゃんがどんどんかわいそうになってくる。悲しい、2万円悲しいね。それはあ、乗り遅れ経験しないように頑張ろう。怖いね、辛いね。それひーちゃん自腹かもとは聞いてたけど、本当に自腹になったとは。やばいね、ひーちゃん。ひーちゃんこのコメント欄絶対見ちゃいけない、やんじゃう。かわいそう。寝過ごしもダメだね。寝過ごしもでも聞いたことがあるよね。怖いな センターさんやばい怖いね、怖いね、寝過ごしも怖い私基本寝過ごすことないからな。新幹線起きてるタイプだから寝過ごすことないよね。かわいそうにひーちゃん
2万円は痛いよ。研究生の2万円は痛いです。悲しい、かわいそうだよひーちゃんが。うん、20分だったから終わろうかな、そろそろ。もう最後の5分ぐらいもうひーちゃんの話しかしてない。丸亀製麺1日の釜揚げ特サイズ60回、2ヶ月いける。やばいやばい、ジャイアントコーン117個やばいやばいな。飛行機移動で集合時間遅れた、うお怖い。もう私は今日遅れるのが怖いので終わります。まあまだ全然時間あるけど、じゃあ誕生日で終わります。18から18位ルーパーさん、17位福さん、16位キビナゴさん、15位レクルスさん、14位ディネさん、13位ワンタさん、12位まっちゃんキューさん、11位マオさん、トップ10、10位ナルミさん、うん、ナナフェスで会おうね、9位ヤートンさん、8位ラベンダーさん、7位イケビスさん、6位ヨシミさん、そしてトップ5、5位トマトさん、4位ヤマシンさん、トップ3、3位ナオニャン、2位タカシさん、そして今日の第10位は、今日の第1位はウエチンさん、ありがとう。はっしゃー、2人楽しみにしてる。お、この後会えるの楽しみにしてる、ありがとう。残念ながら今回は S2 は特典会がないからな、悲しいけど、そう。みんなと会えるの楽しみにしてるね、フェスで会場で会いましょう。じゃあ私は怖いので配信終わります。じゃあねー、バイバイ、行ってきます。みんなも気をつけてきてね、バイバイ。